鶴ってどうして片足で立つの？みんなこんにちは、はてなくんだよ。鶴ってなんで片足で立ってるんだろう。今日は鶴さんにお話聞いてみたよ。やあ、僕は鶴。なんで僕が片足で立つのかって？僕って寒いところに住んでいるでしょ。でも僕ら鳥には羽毛がある。だけど足元を見てくれよ。ほら、足には羽毛がないだろう。だからじっとしているとどんどん体温が逃げてっちゃうのさ。それで片足で立って、片足は暖かい羽毛の中に入れているんだな。寝るときだって片足のまま立って寝てるんだよ。鶴さん、どうもありがとう。そっか、鶴は太陽を逃がさないために片足を羽毛の中に入れているんだね。今日のまとめと補足。鶴は寒いところに住んでいる。足には羽毛が生えていないから、片足を羽毛の中に入れることで体温を逃がさないようにしている。鶴は湖や沼に住んで、小魚や木の実まで何でもよく食べるよ。日本では北海道に住み着いている鶴と、ロシアや中国から西日本へやってくる鶴がいるよ。今日も見てくれてありがとう。君もチャンネル登録して生き物博士になってね。バイバーイ。